はい、えー、っと <laughs>、えー、2020年の4月の1日、えー、15時35分ぐらいかな、今。はいということで、えー、始めていきたいと思います。里とめちゃんがさっき上がってきてくれたんだけど、おちょっと私がまマスクがなくてもうこ、これ音聞こえてる、みんな。 音,音はどうですか入ってますかね入ってないですか入ってますかちょっと教えてください。どっちが入ってるかな消えちゃったこれで入ったか聞こえるこれ今聞こえてますかどうですか皆さん。なんかイヤホンマイクのやつで。 一応やったんだけど、今現時点で聞こえるかどうかだけ教えてください。聞こえないなら聞こえないで。誰も書いてくれないって。うん。聞こえる。あ、ありがとう、ありがとう。 はいじゃあやっていきましょうかねええー、とさとめりちゃんがそのうち上がってきてくれると思うんですがえっ、ー、と今日ねえー、まあ昼ねこう特に今さっき、えー、確定申告のやつがまあだいぶもう終わってでちょっとホームページとかを,をちょこちょこいじってで時間がまあいろいろね YouTube を聞きながら これを始めてたんですけど、えー、今日のね夜もやろうかなと思ってるんですけどまあちょっとこちらでもやろうかなと思ったのは、えーまあ、まずね国会議員とかそのあといわゆる議員って言われてる人ってこの国に何人ぐらいいると思うみんな。いわゆる議員さんっていうふうに言われてる人でこの国、まあ、要は地方 あの地方自治体とかあとその国会国会も含めてね何人ぐらいいるっていうふうにみんな思うこれ,結構いるんだよこ,れこれをちょっとねみんなとちょっと話しながらその今ねすごい国家的な危機って言われてるこのコロナに対しての対,対応がねあまりにひどいということでまあ ね、それはねねひどくて当然なんだよ、ね、彼らの周りにいる人彼ら自身もあお茶ありがとうございますおいらくん彼ら自身も特別公務員という役職で国会議員とか地方議員とかだからまあ別にそのお店が何てうのか都市がシャットダウンされようが。 別にそのどこがどうなろうが自分の給与は全然1ミリ,1ミリも減らないっていうねそれが結構重要ででまあなおまあやってるふりさえしとけばとりあえずいいかなみたいな感じじゃんでさら、えー、にですねあのー、その他あまあいわゆるこ、えー、国家公務員で公務員ね公務員は大体300万人ぐらいかな300万人か350万人ぐらいいると思うんですけど まあこの人たちも別に給与は減ることもなく、まあ、たいなんかね、大変なことがあるかっつったら別に特にないんですよ、それは。で、あの、あとはそのね、1%っていうね、1%大企業とか、あと中小企業でも結構、その優良というかね、 あのなところに勤めてる人なんかは有給がもらえるしそもそもその、えー、テレワークでね、えー、こう遠隔でやったとやってなんか今までよりもなんか仕事量が減ってラッキーみたいないつも隣のお客さんも一緒<笑><笑>いいね」っつの。 で、えー、そういう人たちは別に今回の,そのコロナ問題で結構世の中が不景気になってたとしてもね別にその自分の自分の生活が脅かされるかっていうと別に全然脅かされなくてで脅かされるというのは我々0歳にね飲食店とかイベントとかフリーランスとか言われてる。 人人たち個人店とか霊災です、ね、まあ要するに補助金とかもらってない層基本的には自分で生活をして自分でやってるような層はもう壊滅的な状態なんですよこれ。えーまあ、昨日のねチャオさんなんかの放送で見てみたらもうなんか分かるようにやっぱりそのなんてつうのかなでもう本当にね結構 大変なな事態になってるる気がすすんだけどどう,どうですかそこら辺は皆さん<笑>,笑ってる場合じゃねえかうんで私ねちょっとね国会議員とかの数とかそういうのねちょっと調べてみたんよでこれのことは、まあ、詳しくは今日の夜やろうと思うんだけど、まあ、国会議員の数はねえ何、ー、つうの衆議院参議院、ね、衆議院で今460人。 5人ですね衆議院の数は465人ということです。えー、内訳を言うと、えー、自民党が284人、えー、立憲民主党が55人、えー、希望の党が50人、えー、公明党が29人、えー、日本共産党が12人、えー、諸派ですね諸派が35人と。 いうことで,全部で人いるんですね、はい、でで圧倒的に自民党が多いともう過半数は優に超えてるというこういう状態なわけですよ。まあ、465人とりあえずね、えー、この衆議院議員がいてっていうことを皆さん覚えておいてください。はい、それと、えー、じゃあ参議院ですね。参議院は、えー、245人。 ね、245人いますから、えー、合わせると245だから、まあ、709人が国会議員の数なわけです。709人いて、あのー、今ね減税,の減税をしようと、まあ、なんなんつかな自民党の中であのこれじゃ生活行かないから。 ということで、えー、日本の未来を考える会となんかなんと何々を守る会みたいなあこの二つのところがあ議員さんを回ってね自民党の議員さんを回ってあ来た来たこんにちはとめりちゃん聞こえるはいどうでしょうかあ聞こえる余裕で聞こえます、はい、こんにちはごめんなさいねごめんなさいとんでもない <laughs> <laughs> 持って帰らないでよいやいやあのこっちで放送し,してたけどねあ,のあっちでも放送してるとかうちうちで放送してて2つぐらい持っててよいやいやだから買ってきたよ今100円,で10円でそうそうそう104円で買ってきてもう歩いてちょっとだからすぐだから何その4円って,て10円じゃなくていや消費で98円プラス消費で。 あ高くさんの嫌いなノイホイが山をあ、まあ、玉木と山本太郎自衛隊法改正で自衛隊と一緒に会議をやるとかとりあえず出ーデタだろうと玉置あらそんなに噂がもう,しもう出てるの何だか俺,俺が嫌い嫌いじゃないよ別にノイホイさんが嫌いとかノイイホさんが俺を嫌いっていう <laughs> ああでもあの人は好き嫌いじゃないんだよね。あの 好きとか嫌いとかって言ったら嫌いな部分だけどさでも時々なんかちょっとすごいこと言ってたりするじゃない、うん、そうそうそういや調べてるからだよね、うん、俺と星が一緒だからね占い的にはあそうなんですか調べるのが趣味なんだよあ,<ー>いやあれは字だと思うよ、うん、だからそう、うん、なんか女好きでんか竹好きででちょっと肌面つらが強くみたいなああ 若い時からあんな感じそうだね、ねいや、一昨日ぐらいからですね、すねあの私もね、ちょっと,、ね、ょっと短い配信を上げたんだけど、永、うん、田町の国会の喫煙室あたりから、うん、あの西村コロ,ナコロナ大臣。 計計算そうそうそう、年度末を待って1日か2日に緊急事態宣言を発令するというようなことを言ったらしいのよ。なんだけど、それを慌てて菅長官も会見で聞かれて否定し。あの は原口さんかなんかもそれは否定してたねだけど、うん、なんかいろんなジャーナリストさんたち東京新聞とかさ、うん、そういうところたちはみんなその話っていうのは知ってるみたいで、うんうん、だからあのそういう話があったことは事実だと思うんだけど、うん、どうも今日1日明日2日明といいいうのはないみたいいそうだねなんかねない,ないとか言ってたよね、うん、首相もないとか。 なんだっけ,あのけ経済産業省か財務省か、うんうん、が昨日までは止めてたっていう話なんだけどねうん、うんうん、で、まあ、その辺から始まって昨日の夜あたりからいろいろ私も見てたんだけど、うん、なんかすごいことになっててですね。うん あのお,お友達には送ったんだけどビデオニュースのジモさんがね毎週1本の配信ではなくてニュースコメンテータリーだっけそれであのみんなに向けてさっきっていうか今日ね配信を上げてくれてるんですよね、うんうん、だからそれを私が解説するよりも、うん、YouTube で見ていただく方がいいんだけども。うん 3月11日にあの国民民主党の後藤祐一さんが質問をしてて、うん、そこでななんだっけな特殊法に基づく緊急事態宣言のうん、うんえー、政令の改正という問題でねうん、うん、短く言うと感染情報というんですって。うんうん それの条条と34条うんそれによってその緊急事態が出せるのではないかというような質問を投げていてその時はすごい慌ててその西村大臣が否定をしてたんですねだったからあの何にもしてないようでも結構してるんだなと。 いやもうだからあれだって僕思うけど<で>あごめんね話おってねあのう全然鈴木ぽいさんからしてあそこからもうすでにもうなんかその前からもう<ー>で彼が先陣切ってその緊急事態宣言っていう名前を、うん、とにかく国民に慣れ,慣れさせるみたいな。<ー>でな何度もやってるし<す>そのなんか。 もう今や、もうあっても、なんか国民的には、もうは、いつ発令すんのみたいな。早くしてぐらいの感じになっちゃったじゃん。うん、で、なんか経団連も、消費税を5%に下げてっていうようなことを言い始めてるらしいよね。うん、もう、今後ね、もう、バカだよね、今頃、あいつらは。本当よね。で、G 話戻って,て。うん、どうぞ。うん。三月二十六日に。うん。 あのー、ひっそりと与党の中で、閣議決定で、その33条と34条というのを閣議決定したと、そういうことを、まあ、ビデオニュースの神保さんが言ってるわけで、うんうん、それを使ったら結構怖いことになるんじゃないかと。 いわゆるこをねじ曲げてもいろいろできるっていうようなねう、うんうん、でその辺りからね小池都知事と安倍総理がやけに会ってるでしょ仲悪かったはずなんだけどで私もなんでかなとは思ってたんですけどあの都知事選の候補を小池百合子さんにするっていうことで一応自民党が押すってことになってって。 なったなったでしょう。だ、だから、そういう話かなと思ったんだけど、そうではなくて。かなりやっぱり、東京がやばいっていうことを、総理に言いに行ったらしいんだよね。うん。それなんで、まあ、いつ、その。特措法。に基づく金融、緊急事態が出ても、おかしくないんだけど。アメリカが、ここ二週間ぐらいがピークだって、またトランプが言ってて。 うん、で日本はやっぱりそれよりちょっとずれて遅れてってるんで、うん、だからやっぱり4月の中旬ぐらいかなと、うん、でこれを持たせたら使うんじゃないかなと私は思うんだよねこれなんかあのヒトラーナチスを見習いましょうみたいなことは阿蘇王がだいぶ前に言ったじゃない。 確か、かどっかの講演会かなんかねあれの通りね、うん、多分シナリオを書いてるやつがいると思うわ。うん、でそのそれで、うん、昨日のね野党合同ヒアリングっていうのを見てて、うん、野党の人たちと厚生労働省の戦いだったんだけど、うん、あの、今までのヒアリングと違ってねそのね えとこ,ここはあの申し上げられませんとかっていう態度ではなくて、うん、まるで無能っていうのかなあの本当に慌ててるというかもう答えられないっていうかねお手上げ状態みたいなのが、ね、見て取れたんだよねそれを見ててなんかそ恐ろしくなって <laughs>。<laughs> <laughs> なんかまあイギリスのジョンソンとかあそこら辺がかかってチャールズ皇太子とかねあそこら辺がかかってるってことはもうそのいわゆる世界の支配層って言われてる人たちですらこあのまあ基本はあのコントロールできないとそれで我らがケンちゃんがかかったってことはですよケンちゃんが言って行ってたところからかかってるわけだから。 でケンちゃんが行ってるところちょった銀座とか六本木とか麻布とか赤坂とかあそこら辺の人物店なわけじゃん、うんねうん、絶対毎晩行ってるわけだから、うん、彼は、うん、でそこでかかってるってことはそこに行ってるせね要,要するに麻生さんとかあそこら辺の人たちもビビりまくるよね、うん、これあとその高級官僚の人たちもそうだしだから なんか今のビビり方っていわゆる下々のものが、ね、死ぬから別に俺たちは関係なかったよねはーって言ってたのがなんか俺たちのケンちゃんもかかっちゃったみたいな、うん、でもう公にはできないだろうけど <laughs> 大物の政治家とか大物の財界人もかかってるとは多分ね。でそれがもしこうだととすると あの小池百合子の,あの夜の「なぜ夜の歓楽街なの?うん」って「なんで夜ってピンポイントなの?」っていう昼にそういえば「何時はだ、うん、いいの?」みたいな「なんで夜のナイトクラブなの?」みたいな <laughs> 今頃聞いたナイトクラブにびっくりしたけどね <laughs>、うん、いやでもあれはおじさんに向けてのメッセージだと思うんですよ。わかりやすくね、うんうん、あそこでかかってるからみたいな。 それでなんか行々しくね記者会見とか言って緊急記者会見って開く割には具体策言わないんだよね、うん、あの速やかに、うん、真摯にみたいな、うん、大げさにな言葉を使う割にはりこ、うん、すり込みだと思うよだから何度もやると人間って脅かしてるってことそうそうジャブみたいな感じだから何回もその非常事態出すよ出すよっていうことを言って一発目出すと だけどもう今あれだけ出す出す言って出さないから逆に出せって市民の側からの圧力で出すみたいな感じになると要するにその上からというのはみんな、うんうん、動揺してる人たちもいてねじゃあ電車はどうなるのって、うん、あのうちは東京都からちょっと外れた。 町だとかね、うん、そういうところなんだけど、うん、都,都内に入れないのとかっていうすごい心配する声を聞いてたわけ、うん、キャスなんかでね、うん、だけど、うん、電車まで止めるのか、うん、それと宅急便とかも止めるのかね、うん、スーパーも閉めるのかとかになってくるとさそうするとあの自粛と保証はセットでしょっていうあれになってくるからさ。そう,そう、うん だからあんまりこう厳しいことはできないっていうのがあるんだよね、うん、それはだからこう厳しいことができないよねだから法律変えようよねっていう世論に持ってきたい,んじゃない。うんままでも法律変えないでも好きなようにやできることは彼らは法律を変えないまま法律を変えないまま。変え だから要するに結論から彼行く優秀なやつが安倍はパープーだけど安倍の裏にいる優秀なやつの考え方からしたらじゃ結論は憲法改正だと。で,でこれをまずやると。うんうん、で改正の内容は草案にもう草案で出してるから、まあ、要するに何、あのー、て言うかな点点今よりも人権をなくして。 権力を集中するるっててことを決めてるわけじゃない、うん、彼らはでで,、ね、でもこれを今,今やってもどうせ無理だとで、うん、無理だけどやらせるために今シ「ショック・ドクトリン」あの,なんていうの絶好なチャンスが来たみたいな安倍さんのでまあだから安倍がやろうが別にそれはほら誰でもいいわけじゃないやらせる側か,からすると別に、うん、いや逆に、ね、そ,2 2> そんなものそうそうあのー。 野党が持っても危険だと思うんだよ、ねうん、あの要するにあの僕はもう枝野幸男とかあのなんつうのあそこら辺の,あのやつらはもう完全に一味だと思ってるんで、うんうん、私はねやっぱり、ね、一味だと思ってるんで野党叩きをするとねすごいんだよね。 <laughs> その周り個人的に個人的にだから立憲の45人が減、ね、<laughs> 税で出したでしょ今日出したじゃんなんかはい、はい、うちのようちの選挙区の横道さんなんかが乗ってたからまあそれはいい,といいなと思ったわけだからその野党<役>の,その比例だけどね 別にその政党政治っていうそのなんかもう20世紀のやつはもうやめた方がいいんじゃないの、うん、だからその俺はエ枝野が駄目で別執行部のーのとあれらが駄目なんだから別にその立憲の全員の石垣さんとかねその須藤元気さんとかそのね落ちちゃったけどよ徳川家広さんとかそういう人は応援してるんで、うん。うん そのなんか全部がちょっと批判したらね,ね令和もそうだけど令和のここに対しては批判してるけどここはいいよねっていう人を全部なんか一個でも批判したらダメみたいなこ <laughs> ういうさなんか幼稚園みたいなそれでさその、うん、山尾しおりさんねえ 山本太郎と話を来ちゃうかもねこれえ来ちゃうとかねそれがさ来ちゃうんだったら今夜の六時だよねそうね来ちゃうねこれそうすると会見派なんだよね山本さんはねそうだようんゴリゴリの保ですからそう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 それが来ちゃうとでいやいいんじゃないね どうよ、うん、今夜発表<や>私50分あと見てるんだけど,だけどいやいやだから私はあのちょっとね太郎ちゃんは行きたいだろうけど太郎,その太郎ちゃんの周りがビビっていかないのかなみたいなそのなんかビッグネームとかことごとくダメじゃんなんかだから根回しがダメなんだろうなとか思ってるわけああ なるほどねいや私もね,、うん、ね今までやってきて現役が動かないっていうのがすごく不思議でねいやいやそれはだって、うん、要するにその太郎ちゃんはいいかもしんないけどあいつらとはなっていう気持ちがあるんじゃないでもまああいつらはさお掃除するのは簡単じゃん いいやいやわかんないだからそ,そだけどその要するに組織っていうのはさ人事権とかね人事権人事と金と情報だから、うん、で実際に令和の人でそれを3つ持ってるのは多分その数人でしょ太郎ちゃんも含めて<ー>でこの人たちがブラックボックスになってるわけじゃん誰だかわかんないでしょです、ね、政調会長が誰だか幹事長が誰だか国体が誰だかもいないわけじゃん。 じゃあそれもし言うとすると、うん、幹事長山本太郎代表山本太郎国対山本太郎でさ選,<対>あの選挙の時にそう言ってたじゃない、うん、だけど、うん、幹事長会談とかそういうのにさ出てこないわけじゃないそうだね、うん、だからそれが不思議だなとは思ってたのよいやいやだからその、うん、ななんか今回の木村英子さんと立憲の子だこたも。うん 別に木村さんが悪いわけでも、うん、まあちょっとねあそこら辺の,、ね、あのちびっこギャングと言われてる安住さんなんかあそこら辺とのこう <laughs>、ね、まあ確かにちびっこギャングだけどでもそのかといってさ、うん、100ゼロでどっちかかが悪いまあそうね大人同うで。山尾志おさんはもう、うん、あの枝野さんの執行部にインドを渡してさ。 もうこれじゃだめだっていうことで捨て身だと思うのよ、うん、議員としてはね自分の議席というよりはで山本太郎にもそういうところはあるわけで、うんまあ、相性いいよね、うん、なんかねなんか太郎ちゃんが好きそうな女,女の人って感じ。<laughs>

うん、なんかその、うん、ただその木村僕はねあ木,木村英子さんが俺,、うん、俺の考えね政調会長だったり役職つくべきだと思ってるのよ、うん、令和の。あ<ー>うん、で双子さんもだから国体でもいいしね、うん、そ,のそんななんとかな全部が全部太郎ちゃんに一元化してて太郎ちゃんがしかもそれができるかってったらや,やれてないわけで。 ね、だからやれてないのかやってないのかっていううんなんかねこう政治信条っていうのかなあの障害者であるとかっていうのはま,まるっきり除いてねもう一つねなんかこうすんなりと受け入れきれないものがあるんだよねあの二人いやだ,だって選挙を通してないから<で>当然でしょだから、うん、普通はその選挙のその 信託を得ていくわけでそれを逆手に取ったけど取ったけどね障害者にはね光を当てようとして働いておられるっていうのはすごく分かるんだけど、うん、じゃあ介護する方の身の,身のね賃金だとか、うん、そういうものそういうものまでにはこう思いがいってない。 突っ込むね。さとメリちゃん、うんそ、その辺がね。私はすごく不満なんだよね。不満なんだよね。うん、やばわ。そうだよ。うん、だから、それはさあの公約に書いてないわけで。だから消費税 <laughs>、ね、1500円1500円にするって。あれ？8個の項目の中の大きな項目で障害者に光を当てるって。うん、ちょっとはどこに書いてあるけど。うん、でもさそれそ,それは大きなあ,あれではないわけでしょ。 っわ,がま、わがままな障害者にしか見えないじゃん,うん、うん、いやいやまあそれはイメージはねだからそのすごいだからそれを党としてはマイナスになっちゃうじゃんすごく詳細はそれは分かんない密室、ね、だからさ密室だからそ,、ね、そのやり取りなんてだボイトレ出すしかないよね、うん、ボイスレコーダー出すしかないけどそんなことはしたら政治できなくなるわけじゃん、うん、お互い信用関係全部ボイトレで N 国の立場なたいにさ、うんうん 何でででももかんん出されちゃゃ話せないじゃん <laughs> 本当の意味でだからその政治って結局そのエビデンス出せないわけじゃない結局ここだけの話とかさそれでやっていくわけだから国体とかさだからそのでも木村ののさんみたいにバーンって言っちゃったらそれは安住さんの方もじゃあこちらも言わざるを得ないみたいな感じになってこれが結構しこりになっちゃうわけで。 でそれさ、ね、あの安住さんとかからし,してみたらさやっぱりその新人議員が今までしかも選挙を経てない新人議員が俺たちと対等に話すなよみたいな人間的なあれもあるんだよ <laughs> きっとしとったからそれを普通そ,、ね、それをでも先生同士で言っちゃったらやっぱプライドとプライドのぶつかってねえそうじゃんそ。だからそこでスタッフが 秘書ととかそ,のそういういいのが、うん、税金でで食っててるわけでクッション役してだから今回のことは、うん、もう令和の秘書にしてもまあ立憲の秘書もどっちもだけどもうそのクッションがなってない、うん、要するに話すぐらできないっていうだからこれはもう非常に問題だと思うよ俺は。うん、何のために秘書ってやつらが。 あ,あ,あの人たちはでもほらボランティアから上がった人だからねで山本太郎好きだった人が木村さんのとこについてるわけでいやいやまあそうだけどもうボランティアじゃないんでもうだからそれはあの自分の人たちじゃなくて国家のために尽くすって面,面もあるわけだからさいやだけどそこまでの策略があるような人物には見えないね い,い,いやいや、そうだよ。だから、だから、僕はほら、うん、あの、さっきちょっと言ったけど、通貨の保さんみたいな劇物でも。ね、こういう人も入れてね、うん、令和の中に。うん、あの、あううなんていうのかな。うん、菅野さんの、あの、口っぷりっていうか、あれはね。俺にやらせろよっていうメッセージじゃないかと私は思うねそうな、うんで。そうに行けます。横川さんだって、そうだと思うよ。そうだよ。な、能力高くて、うん、すごい調査能力あって、やってるのに。 ダイヤにっだって6年7年前はさあの、うん、そうやって一つの塊となってた仲間たちなわけでだから気に入らないし気に入らないしの一言申したいしピンクのアホとも言うしあんなさちっちゃなさ政党さ話題にするのも普通だったら話題にもならないわけじゃない それに対してあれだけ怒ったりいろいろ言うってことはねやっぱりね気になってしょうがないんだよそうそうそう。いやいやいやだから令和で買ってほしいんだって令和、うん、で,で雇ってほしいよ、うんよでそこのやっぱり脳みそになりたいんだよそうだから石垣さんをやっぱ当選させたって実績はあるんだよね、うん、実際やっぱりさキレキレだね石垣,さんい石垣さんはね だからそれはやっぱ認めてねやっぱそのまあと思うよ俺はねでもまあそうそうそう俺ねそういえば三宅洋平さん最近ツイッター結構やっててそうそうねん、私音楽使ったんでねあの黙って使ってごめんねっつったらいいよって返信が来たよ。俺も返信来たなんんかあののさ 持結構いいのしてたかいいのやってたからあれでもちょっと調べたら8万ぐらいするかなと思って8万ぐらいって「お金持ちですね」って書いたらいやいやあの何5万ぐらいで売ってるよみたいな。きたのでしょうだからさあの人持ってるやつさマっていうんだっけワっていうんだっけ巻き割るやつ。のの おのか <laughs> あれさ全部新しいよね, <laughs> 新,いよね新品いやだから金持ってんなと思ってさいいなと<ー>、うん、うちのなんてもう錆びついてる、うん、いやだ,だからいい,い,い人だなと思ってさあが俺,、うん、俺さ例えばさあの何えっ、ー、と北村さんとかね空あいたところにさツイッターでコラボしませんかとかいろいろ書いてんのよ でもことごとく無視されてるわけ俺はまあ <laughs> いいんだけどね。ねか別にさあのー、それはそれでいい <laughs>、うん、で,もでもさ三宅洋平さんはさちょっとごめんね俺結構前からなちょっとああいうひげ生やしてんのはちょっとどうかと思うとか言ってた俺まあ俺の存在知らなかったと思うけどでもさ気楽にこう、うん、なんつうか対話してくれるっていうのが俺は結構政治家としてすごくそのなんてつうかなあのー、資質の一つだと思ってるから。 ああそうだ、ね、なん欲しかそろそろまた出てきそうなさ、うん、匂いがするね彼もうんだからあそうそうそうだからやりたいのかなと思ってだったら九州選挙区、ねうん、だって道半ばだからさ、うん、納得してないでしょやっぱりいやいやじゃ俺が納得しないよあれなんかあ,のあんだけなんか「あのヤーマー」とかなんとかかんとかって言っててさこうめっちゃ盛り上げて「ヤーマンヤーマン」いやンいたのにお前 いやまあとか言ってさ、でもうなんかいいささ納得してないのがみんな納得してない。こと言,言葉もすごい強いしいいいいしさ頭もいいしさ。うん、うん、まあいろいろと<で>しばらく出れない問題があったんでしょうけどね。うんだアキとつるんだから、ね、もうそろそろいいんじゃない。ない<あ>そうだよね。アキ絶対アキエ。まあまあそれはそれとしてもさアキももうどうせおわこんだからそろそろね。うん ねうん、それでさ YouTube が調子悪いってなんかみんな言ってるんだけど何があったの、うん、いやだから多分あの回線がめちゃめちゃ混み合っててサーバーの負担が強すぎるんだと思うだからみんなだって外出しないから YouTube ばっかり見てて。 ああそういうこと配信って、うん、多分そうだと思うで弱小 YouTuber ーーから切ってくって方針だから YouTube って <laughs> 弱小で切られるわけ <laughs> そうそうそうだから俺の俺のなんかダ,ダメだったんじゃない昨日なんかでまあ昨日何,何あ私他のちょっと大事なキャストとか見てたからさ<や>高くさんの見てなかったんだけどいやなんか音声がクルクルしちゃうの 音声あツイキャスもダメだったしで YouTube もダメだったからまあいいやと思って昨日はちょびっと3分くらいでもう終わりって感じ、うん、あそうだったのうん、のそうそうそうだかこれはだから、うん、そっかなと思ってで、うんあのね、気をつけなくちゃいけないのは YouTuber は全く被害ないからねだから YouTuber の言ってること騙されちゃいけないあれはもう独自だと思ってるからね YouTuber ユーーーチュバうんだからユーチューバーが発信してるじゃん今。で発信しててなんかこうやってるけど彼らはなんか善意のためにやってるとか言ってるけど全然違くてその今、うん、あのこうやってどんどん自粛されて外出禁止とかにな,なればなるほどユーチューバーは儲かるんですよ。えー、その側面もちゃんと見ないといかないのああそう。 うん、えだって彼らは再生回数が高い方がいいわけでうん、うん、でも今みんな,な YouTuber 見てるから<ー> YouTube のほうに広告くるじゃんうんうんうん、うん、なるほどねだから今すごいですよネットフリックスとかアマゾンとかグーグルとか特需でもうものすごい利益上がってると思います一人勝ちっていうかもう、えー、だからこれはみんなおうちにいるからですかそそうそう,そうだってお金使うとこないじゃん <laughs> でね僕思ったんだけどうちの妹が東京でベビーシッターやっててね結構大変なのよ大変なんだけど彼女うちの妹が行ってるとこって金持ちなわけだベビーシッターを日常に行くような人たちだからいい人たちなんだけどあ何預かるんじゃなくてベビーシッターに通うんだお屋敷にそうそう港区とかさ中央区とかそういったところよ だけどね、どねあの聞いてるとさ、聞いてるとその人たちはああなんか最近、うん、あの自宅で仕事できるからラッキーみたいな感じらしい。あ空気違うのね。のねいやだからお肉券とか魚お魚券とかさ、そのそういうのが出てくるっていうのは喜ぶ人たちね。う <laughs> んだからその政治家と政治家の家族とか。 そのよく、うん、頻繁に会食してる人たちってそういう人たちなんだから、うん、だから危機感ななんてあるわけないしお肉券だったらもらっとけば、うん、どなたかにあげてもいいかしらみたいな、うんうんうん、藤原なんかもそうそ、うんうん、そうう藤原なんかもだから株なんかもやったーそこねだービッグチャンスって言ってるよみんな。<laughs> <laughs> <laughs> いやだからあの本当にもうねパラレルワールドだと思った方がいいよみんなもう全然違う世界が同じ地獄に落ちることはないのいやそれはだからあの今回のことが本当にジョーカー並みになればその映画のジョーカー並みにその庶民が「ふざけんなーとこねな野郎」っていうまでいけばいわゆるフランス革命みたいな感じになるし日本でいうとその <laughs>、ね。 あの戦国時代山本太郎はその戦闘に立とうとしているのではないかと私は思いますいやだから待ってるかもしれんねねか彼はねそういう戦乱の時代をねでも彼ファーファーだからなほんどっちなんかみたいな、うん、<laughs> いやでもね命知らずなことは確かよ、うん なんかやりたいと思うまあ彼,彼自身、うん、彼自身はだからすごいなんかそさあそ,のそういうものだと思うけどでも彼,彼と一緒にやってる人たちが果たして一,一体かどうかっていうのはちょっとわからん彼とい一緒にやってる人たちっていうのも話がそれるけどあの、うん、長くはいない,んだよ、ね、いやだからそれが気になるんだって選挙のたびにいないんだって。 あのー、一緒にやってる人たちっていうのがう,うっすらと変わっていく。ってことは <laughs> まあそうなんですそう言っちゃったら身も負担もないけどでも,も,もかだから今の時そういうこともちゃんと言っとかないとだ,だからさあ<の>今回ねちょっと待ってね今回起こってることはオリジナルメンバーっていう中人なんかに何人残ってくんだっつっ 話もあるわけあほほんとね、うん、もうこれリアルタイムでイングでさ進んでることで何でこれを令和の支持者はさどんどん言っていかないのっていう羽生池さんん何やってるんですかってその、ね、三井さんは僕が追っかけてるから分かるけど他のね人たち生活大丈夫ですか政治活動できてるのってそれでどん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 竹の子のように出していった他もね新しい人それはいいよ俺は。いいけどそそれをもししやってしまうと今度はその 組織っていうかその長くこう信用関係を得るって難しくないですかっていう。<laughs> うん、なので私は何かこの「お金配れ」とかさずっとさ言ってごちゃごちゃ言われたけどだからその、うん、ななんて言かなついてくにもさ太郎ちゃんは代表だから代表としての経費が入ってるはずで、うん、ま,まあそれは収支報告書を見ればわかるけどさ。その、うん であとふ船御さんも木村さんももう6年間は OK なわけじゃん生活的にそうですねうんでもさ三井さんは6年後どうなのって話でさ自力で勝ち上がんなければ,ければそうだから230万票取ったの太郎ちゃんだけのおかげですかっていう俺は言いたい太郎ちゃんと太郎ちゃんの周りだけの成果ですかと、うん、船子さんと木村さんの うんそれは違うね。違うよね。あとでも実際実際その党としてのそのなんとかなあれがなかなかこう温気を感じないっていうかね。うん、愛愛ね。愛と温かみ。うん、そうだから今安富さんがさ、うん、あの間方にいるじゃん。うん でそれ令和からちょっとね間方からこから脱出できるようにとかそういうのもないわけあとその,その新しい人とこう対話するのもいいんだけどやっぱりみんなが見たいのはとみさんとの対話だとかで常ちゃんも常ちゃんでいやってるし、うん、もう一度つながってこうっていう方になうちにつかなんか、ね、過去のみんなともう一回連帯してやってこうじゃなくて新しい人どんどん出していって。うん うそうだねのあの増えてくっていうんじゃないね入れ替わるっていうだけでそうそうそうそ,うそんな感じ、うん、えだ,だったらさ何か捨てられる感満載じゃないその公募で入ってじ頑張りました竹村さん頑張ったっていうで俺ね今も俺公家言,言いたいのは竹村さん今日も辻立ちしてて YouTube 上げてるけど何日か前から上げてるけど。 なんで令ないわ。令和新選組令和新選組だけのたすきと令和新選組の旗だけなのこれじゃあ個人で勝てねえじゃねえかよって。あでも選挙じゃないから竹村っては入れられないの。2連,ポス 2, 2連でいけるじゃないですか旗は。2連ならいけるか。いけますよそうか,そうか。で普通に個人で勝てない。たすきは本人いいだよね。そうたすきは本人なの。だけど名前と顔を売るのが辻たちの。 あれなのに令和の旗だけで立てた<ー>令和は売れるけど辻む竹村さんはもう名前書いてくれないわけじゃないですか。じゃあそれって竹村さんは千人に一人ぐらいだね。わかるのがわかるのが。うん、でわかんない。もう竹村さんの顔を見てプロレスラーのプロレスが好きな人があ竹村だぐらいわかるかもしれないけど。いやいや令和新選組という党から出ようとしている人なんだってわかるのが千人に一人いるかいないかだと思うんだ。 うそうそうそうあ竹村さんに連絡したてるよ、うん。してるよ。うんうん、俺あの一応あのショートメールつながってるから <laughs> あの。ちなみに竹村さんは律儀な方で必ず返してくれます。私がショートメールうあそうね三井さんとね竹村さんは、はい、あの既読スルーではなくて必ずねうん、うん。ね、うん、の他の方は返してくれませんけど。 はい、あのまあね,のはねでもその辺の話はさい言い始めたらいくらでもこう吐き出したいものはあるけどそれをぐっとこらえて応援だけするいや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 ,いや,いや <laughs> 俺は言う <laughs> あのそれはだってそそ絶対それあの選挙の時はバンバン来るくせに後でね、うん、で俺がその例えばそこの選挙区だったら、うん、1> 俺一票なくなるわけじゃんう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 んそうでしょうん選挙ちっちゃい

だからそういう、なんかな,なんとかな、うん、こっちが言ったのに返事がないとかいうことも、いやいや、応援してるんだからそれは言わんとこうみたいな、<laughs> いやいやいや、<laughs> 人としてどうなんみたいな、<laughs> そんな人としてどうな人政治家にしていいのみたいな。<laughs> <laughs> うんなるほどね。いや、それがね、ものすごい数がい,っぱいあるゃない,けどい,いやいやいや、僕は、だから、苦言、うん、だから、人を、なんか、 なんか、令和ってそのなんか苦言提言して育ててくださいって言ってるんだからそれでいいんじゃないのみんなっていうふうに思う,思うけどね。うん、まあね。あまあ僕はね。うんうん あんでまあだからさっきのちょっと話の戻るけど<あ>いや戻るけど戻るけどだから戻るけど、うん、だから山尾しおりさんを担いでって俺はもうすごいいいことだ素晴らしいと思うよその統制拡大としてはまた違う層が入ってくるからうん、うん、ただハレーションは起こるよねっていう、うん、例えばどことどこにハレーションが起こるのいやいやそれはだって最初の頃にこう応援してた人たちがその選挙区にもよるけど、うん 例えば東京選挙区とかでやるとするじゃん、うん、そこにはさ、うん、辻村さんがいてさテルちゃんがいるわけさ山尾さんどこだっけ選挙区山尾さんはどこだったっけな。かな愛知とかあっちだったっけな 愛知の方じゃなかった。そうかもしれない。うん、そうだよね。そうだよね。愛知で、あ、にちやさんどうもどうも。早い。愛知って一瞬で愛知って突っ込んでくれたすごいね。すごいな。そっかそっか。あのだからね。あ、愛知は大石さんか。いや違う違う違う。あのおじさんおじさん。ああ。なんだって言けあおじさんね。なんおじさんおじさんおじさんがいるじゃん。 今トラックとかを改造して頑張ってくれてるおじさんはいはいはいまあでもほら予定だからね、うん、まだだって本当に地元で辻立ちしてんの何人もいないでしょう、うんうん、い,ない,いやでもさ遅くない辻立ちさせんのだって7月に解散のか確率結構高いじゃんこれ <laughs>、うん、やばくない 匂いがだって安倍ちゃんとの,あのタックとか見てみたらさもうなんかそんな話ばっかりしてきる気がするけどね、うん、ゆり子って。だってゆり子選挙屋じゃんそもそも神戸のおばちゃんがさ豊島区とかさとあとこの今,今,今いるあのなんテルちゃんの選挙区に前降りてきてさ突然前降りてきてさ小林幸喜さんを, <laughs> を,を,を蹴散らしてさっていう感じじゃん。うん だからでも本当にさ、ま、もう一気あの人に都知事をやらせるつもりなのかね都民は。いやでもさやっぱ太郎ちゃんクラスとかがやらないと無理じゃないやっぱ。いやとし橋もうんパッとしなくても事務肌の、ね、地味なおじさんでいいと思うよ都知事なんて。 まあそうなんでただけどいやいやまあそうなんだ、うん、そうなんだけどさそう,そうなんだよほはそうなんだけど、うん、あのやっぱミニイッチなそうじゃなくて松添さんをさあんだけボロクソに言って下ろしちゃってその後と百合子だぜみたいな <laughs> <ー> <laughs> もう反省でも反省しないんだから<や>それでもいやだけど組長だけはねちゃんと選ばないと本当に悲惨なことになるよねみんな身に染みてないのかな、うん だからみんなしみてないって特にその本当にあのなんていうのかなだから落ちるとこまで落ちないとみたいな論の人いるじゃんでそういう気持ちも分からんでもないよ、うん、けどで<も>けどさそれってるまだまだ始まりだよこれでも全然全然そうなのよそうなのよ、うん、だからこの今回のコロナも少しずつ他の国よりは遅れてるからね対応が。 <で>うん、検査数が少ないから発生率も低いわけで本当は1桁違うだろうっていう話でしょう。うんうんま、だろうねだじゃなければ本当よね。 うん、だから安富さんが YouTube で言ってたけどさもう確率の問題でケンちゃんだけピンポイントでかかる確率ってすごいよねっていう,もう神がかり的なこの,この感染者数でケンちゃんだけかかるとか工藤勘九郎がかかっちゃうとか、うん、そのもしその確率で言うならもう本当にそれこそすごい神の神がピンポイントでねこう注射したんじゃないかぐらいの確率だよねみたいな。 パンデミック状態っていうか、その夜の街あたりはそうですよね、で、うん、大きく言うと厚生労働省ですよね、その管轄がううううんそうそうそうだから、もっと機敏にね、その病床の確保とか、あと葬儀の現場であるとか、医療関係者がみんな悲鳴あ上げてるわけでしょ。うん、うん なんかね余計なことに時間費やしてるような気がしてね、まあ、そんんなななに時間ないような気がするんだよ、ね、まあでも無能な人たちだからねからわざとやってる一族が一覧がわざとやってるやつらと無能なやつらのコンビプレイでかける二乗ですごいことになってるみたいなうん本当に無,無能だなと思ってたらばそんな前からそんな法案さ、うん、あのこそっと通してね官報に薄く載ってるだけみたいな法案で。うん うん、なんか発令できるその権限っていうものを手に入れてて、うん、そういう周到さのすごさとね、うんうん、肝心なところの,その手抜き具合っていうののアンンバランス感がねねなんとも言えなく怖いのよ、ねうん、これねなんかね俺今昭和史のさ戦前の,あの中国とバチバチやる前ぐらいのさあのやつのところ、うん、ちょうど読んでんだけどあのね、うん 優優秀秀なななははんよ左遷されるのでねバカが上に行って<ー>で、ね、バカがバカを回り固めてでアイムヒトラーみたいな感じだから、ま、もう結局今そのいろんな人の顔が頭に、うん、浮かんじゃう <laughs> うんいやだってあのヒトラーのあれだって見たって本当にバカが上塗りしてそのたまたま運がよくでまあとあと大きな力が働いてるのは金をやあのヒトラーとかに金を出してるやつもいるわけで。 なんかそれすごいなんかプチ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 ヒトラーの「N 国立花エルカンターレたカシソンあたり見てもなんで彼に5億円とか10億円集まるのかなみたいな、うん、あれってもしかするとそのそういう人たちを利用して何かをしたいような人たちがいるんじゃないかなみたいなふうに思ったり。うん、でその 枝野さんじゃなくてその枝,、まあ、枝野はいいとしてその安倍晋三とか昭恵とかああいう正規のおバカなかおバ,バ,バカっぷる見るからにバカップルな2人を担いで、うん、で、うん、今こんなようなことになってるようなそのアラビア語が話せないカイロ大学カエロ大学卒業首席卒業だと言われてる小池百合子女王様なんかを担いでやってる。うんうん その、うん、なんていうかなそこの裏にやっぱり何かをやりたい人たちがいる中ででも見えてくるのがななんんかかこうなんかポカポカポカが出てくるから大きな流れは見えないみたいなみんななんかそのポカを,をつついてつついてやってるうちになんか大きな流れで,で今起こってるのは戦争に向かってる感じじゃないだって緊急事態宣言とか受けられて6 あの封鎖されて不安は煽られてで今ちょっと怒ってくれてるけど最近コロナにかかってるのが外国人がかかってるからけしからんみたいな空調が出てきちゃってるのよ。うん、ああそ,それが四国なんじゃねえかみたいな,みたいなそうそうそうでそれ,それの先はそれじゃんみたいな。で なんかそう意図的にそういうことをやっぱり言ってる人たちもいるしうん、うん、なるほどね、うん、そうそれで中東には何でか海軍が行っててでそこには高級,高級商工大佐が5人乗っててみたいなか <laughs> もう <laughs> だってさおかしいじゃないよその国はみんなさもう国民一人にいくらとかって。 すぐ発表してさ、それ支給してるわけでしょ。なんでうちの国だけ10日間かけて検討するとか言っちゃってるわけ。いやそれはだから決められないんだったら、え、うん、決められないですよ。お前ら引っ込んでろって、そうでしょう。だって一足すだってた算数が空クができなそうな安倍晋三さんが <laughs> 計算なんかできるわけないじゃない。<laughs> みんな何をも期待してんのみたいな。<laughs> プロジェクターでさええ間違えるんだよプロジェクターでこう振り仮名とかが振ってあるやつを読んでるのにすら間違えちゃうんですよ。で見たことあるすっごい大きい字なの3行ぐらいなのそれで。そそうそで,そうそうでしかも振り仮名とかが振ってあって <laughs> でそれをこう読んでるだけなのに間違えるみたいな <laughs> <ん>それが我々のプライムミニスターなわけなのに。<laughs> 昔はさ総理がさ年に3人とか変わっても国回ってたのに、うん、どううしゃったんだろうねいやそれもあのこうなんとか豚は太らせてからクエの最後の屠殺場に連れてかれて今ちょうど吊るされてるぐらいの時なのかなとか思っちゃうよねだから結局この金は日本は金があるはずじゃん。あるのに出せないうん、うん それアメリカに多く送ってるとしか思えないけどね、僕は主人様ご主人様に送金もうもう本当は国民のためにやった方が選挙,選挙勝つわけだから自民党の中では大統領がトランプさんになったからさあの、うん、突然、心臓ありがとうとか言って君の決断を評価するとか言うからさそれでみんな日本びっくりしちゃうじゃん。 うん、だって、そんなにお金くれてありが、ね、でそ,そんなあげるって言ってなかったじゃないみたいな,な、うん、い,やいや、お前大丈夫か、<で>こんなにこんなに、まあ、ありがとうみたいな、アメリカとしてはありがとうみたいな、うんで、それに合わせて官僚がさ、文章書き換えなきゃいけなくてさ、気の毒だと思うよ。とか、それでかわいそうだと思うし、その多分ま,まともなし <laughs> 頭を持ってる人は、もうやってらんないからやめてると思うよ。 経済産業省も確かちょっと去年かなんかめちゃめちゃ30人ぐらい大量にやめてるじゃんあそうもう嫌になっちゃったんだね嫌になっちゃったんだねうん、うん、そうそう嫌になると思うよ嫌になると思うだからだってバカらしいじゃんそれでなんかま,まあ一応さ、まあ、まあ2,000万とか1,500万とか給料はもらえるとしてさでもさ彼ら結構自分たち優秀だと思ってるから自分と同期のさ例えばグーグルに行ったやつとかさ ファーウェイに行ったやつとかはさ、桁が一個多い年収もらってるわけじゃない。彼らの視点からしたら、そのそのレベルで比べるわけだ。比べるわけだ。それじゃバカらしいじゃんね。ねそしたらね、彼ら。いやいや比べる比べる。だってそれはだって彼らインナーサークルでさ、あの東京大学法学部っていうとことかさ、その東京大学の何部とかでそういう友達がいっぱいいてさ、で、あの、うん、その なんか前、限定の人たちに流したけど京大とか東大首席で入ったようなやつの YouTube の会話とかは今日今の若者の会話とか見てやっ,ぱねそのやっぱり彼らは彼らの中での考え方があってでだから今、官僚なんかならないわけ本当に,本当に賢いやつとかは。なるほどね。 うん、で,で本当の実もやってるのはさあの自殺した赤木さんみたいな高校こうこうこう出て大,卒<ー>大学で夜間に行ってであれさあの不思議とあの佐川もそうなんだよね佐川もあの夜間大学かなんか行ってんだよねあ菅長官もそうなんだよねそう菅もそうだしあのね実はね鈴木もそうなんよ、うん、ウボっぽい鈴木もだから何が言いたいかって言うとああいう汚れ仕事はそういう人たちがやらされるわけよ。あ で、ほね、本当の絵を描いてるのは出てこないから。で、今回あの森友でなんでサコット出てこないかなって言ってさ。なんかジャーナリストもなんでサコットは追わないの、うん、みたいな。なんで、佐川はサコットサコットのチリぬぐいをしてただけでしょっていう。なのに、サコたのことはんなんか全然なんか。どこにもやっぱり出てこない,みたいな。 で佐賀どうせ佐川がなななんか不審死じ,じゃないけど分かんないよ佐川さんどう,う,ようなっちゃうけどでも俺は佐川さん一人になんかこう全部背負わされてうん、うん、ちゃんちゃんで終わりそうな気がしてで彼は彼でもうなんかあ<ー>、あのー、家族人質取られるとかなんか分かんないけど、うん、そういうのを感じるし森友のヒアリング2回目かなんかやってたのね。うん うん、で、ね、前と違ってね、うん、内閣府とかさ結構、うん、あの本当に腹黒そうな切れ者出してきてるよねとぼけんの平気な。うんそう東大和方のこ方はう、うん、安富さん出さないといかんねうちとしてはね。なんか言,いい言えないんですみたいなさその誠意みたいなものが前の人たちにはまだにじんでたんだけど。 もう今出てきてる人たちはね、うん、全然あの、うん、木で花をくくったような返し方するよねだからそれなりの人物を送り込んできてるなって、うんまあ、そうそうそうそれだからその本当はねたまちゃんとかさたまキングはそういうのも分かってるだろうしな だから、うん、本当はそこに入れないといけないけどタマキングは入ってないじゃんそこには。で彼らの論法からしたら俺ね東大のね医学部にいたったといか出た,や出たというかその途中で辞めたから出てないんだけどそいつと友達であの中の彼らの考え方っていうの聞いたことあるのよ、うん、そしたらね法学部のやつは、まあ、そもそも東大入って法学部以外は人だと思ってないみたいなまずね。<laughs> あの東大だと、東大、同じ東大でさえですよ。同じ東大なんだけど、うん、法学部以外のやつはもう、もうなんか論外みたいな。へ<ー>で、医学部もそうなんだって、理系の。なんか医学部以外はもうなんかもう、バカが俺に目を、なんか俺,俺に目をつ、なんか向けるなぐらいの、実はあるんだって。あの、それなぜかっていうと、いつもはニコニコ彼らはしてるんだけど、なんか結構深い話して飲んだりとかすると、それが出てくんだって。うん でもっと言うと、ね、その法学部の中でも改正とかだとかああいととこの高校でじゃないとまたさらに差別を取るみたいな。うんうん、ああすごいね学歴社会うんいやいやでもそのまんま入ってくわけじゃん彼らは<や>財務省とか。国がさ病的なのよ、うん、でねこれね、うん、俺思ったんだけどこの我々がこういうのを あなんかひっくり返すのはなんかね抽象的なことを言わない方がいいなと思っててで何が言いたいかっていうとこの政府がとかなんかそうじゃなくて個人名を言った方がいいと思ってんの。の何でかって言ったら組織ってこだから国って何とかさ組織だから例えばソフトバンクがとかなんかこう言うけど。 あの人がいっぱい集まって決定する人が大体1人か2人なんよ結局大きな組織だって絶対3人ぐらいなのにはどうせ <laughs> <そ>だからこの人たち絶対そうだからこう,こういう人たちを誰がっていうふうに言った方が変えやすいと思うしうんだけど結構みんなそうそう国民にも分かりやすいしそのなんとうかな変わらないことはないっていう。 のみそは今にだって、そうそうそう、だってあ安倍ちゃん、日本語できないのにさ、そのな,なんていうの、そんな補正予算なんか組めるわけないし、うん、この取る、ね、ことゴルフと、よくあの大臣たちでさ、うん、国回してるよね、この危機に。いや、回ってないじゃん。<laughs> <laughs> <laughs> もうボロボロと崩壊してるでしょ回ってないじゃん回ってないのにさもう,もう回ってなくてもハイエナたちがこれから来るよ中国今上海とかもうあのだんだん正常化してきたらしいから中国だから中国人の感覚からしたらに日本の銀座とか買い占めでしょこれ彼らからしてみたら今そこねじゃん安く安くたた,た叩かれて買われちゃうんだ 買われちゃうでしょ。だってその、あの、なんつの、うん。選手村をさ、あの、うん、コロナの病棟に使い回せっていう話があるじゃない。うん、あるある。だけどもその後に分譲するっていうんで頭金払ってる人たちがいるんだってね。うんうん。でその反発とその返済お金返せと言われたときにそれを嫌、うん、なんでそれ渋ってるらしいんだよね。うん それがだから,らんうんうんあるんだよね場所はいくらでもあるよだだでこの国が日本当にこの主権っていうか安倍が操ってるのか否かっていう問題もあるわけじゃん本当に本当にこの国は安倍官邸が、ね、え絶,対絶対そんなわけないじゃんって言った時に うん、じゃあ誰がどういう経路で指令を出しててでどこにどうしたらあの我々庶民たちっていうののも,もっとマイルドな統治になるのかみたいな、うん、革命を起こせればそれはいいけど、うん、革命を起こせるかどうかって非常に難しいうとそうそう軽い方がよくてちょうどいいのよね。 そう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 そんなんよ、うんうん、だからまあめっちゃ軽いからね安倍,安倍か安倍造みこしはね、うん、もうふわふわだから、ね、友達になるとすごいいいやつらしいよ、うんだと思う身内にはうん、うん、いやだからなんかあの夫婦なんだと思うだと思う本当に。<laughs> うに、ん、だから困る渦なんか,うずうずなんかそう渦なんかで働いたらいいこといい,いい暮らしできると思うようん 渦 <laughs> だっけウィーズだっけ渦、うん、だよね渦のうまいうなんとかっていう名前でしょあれ。うん、でまあさあのそれはだからなんかあの国家をなんとかするため国家をなんとかするためにはその姿さんが言ってて俺も同感するのはやっぱ野伏のようなねそういう地位とか名誉とか、うん、そういうのに無縁ででただその腕しとかそういう。 なんかね、そういうのが強い人間しかもうジョーカーとしてその彼らに対応できないのよ、要するに枠外ね、組織の中、外,外にいる人間じゃないと、組織の中にいる人間はもう無理ないよ、生存権をもう、いやあの、菅野さんのね、サロンのキャスで、同時で見てた人が600人ぐらいだったのね。うん うんうん、でもう1回見たいなと思って入り直そうと思ったけどもうパスワードが変わってて見れなかったんだわ、うん、だけど後であの一独り言のキャスで残してくれたからそれで拡散できてありがたかったいい感じだったから残そうと思ったじゃないいずれ消しちゃうだろうとは思うんだけどね。早めにプリス、うん ペリースコープだっけ菅野さんのツイッターのペリスコープに今はまだ載ってるので菅野さんはだから自分欲しいそうまあなんかなんかこう自分はろくでもないって言ってることが信用できるよねそこはねうん、うん、そう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 うんでだからすぐっていうさ、うん 危機感がねあの人を煽って洗脳しようとかそういうものではなくて本当にもやばいと思ってるよねうん、うん、やばいと思うよ俺もやばいと思うもだからそのなんでこんなヤバだからその籠池さんなんかも言ってみんな排除の論理ってなんかった本当にねこれ線なんつかな大勢よく参加ができる前みたいなのと本当に思うんだよねだから その中義主張の違いでみんなあの例えばオリーブの木は令和のことをディスってて令和の人ってオリーブのことを鼻草だと思っててみたいな <laughs> であの、うん、立憲は立憲のその中でのみたいなことをやってるじゃんでも敵は,敵はその強大なところににいて情報も人もお金も全部握っててやってるわけじゃない結局、うん、だからだからさ、ね、もうなんかうん 分断それはだって仲間はだから内,内調とかそこら辺のねあの新聞記者をさみんな令和の人とか見てさ「はあってやっぱりすごいね」ってやっぱりとか言っといて、うん、自分たちが分断されてるかもしれないっていうことをのことは思わないってことが問題だよね。<laughs> いいいやや頭痛くくななってくる毎毎日毎日いろんだからいやいや,いや,いやそれはでもさでもこうそれでも世の中って動くしもうここはさも,もうどうせ<す>どうせ無理だから諦めようすごい時代を生きて生ききててるよねそそううそう,そうだから明治維新明治,、うん、明治維新よりもっともっともっとすごい、うんうん、これもまあ楽しまない手はないんだけど,んだけどうん そんな楽しんでる場合でもないかもってまあそうなんだけどさもうとこれはもうとりあえず腹決めてだからその全く自分だけのためにさ生きてくっていうふうにしたらもう発信とかしない方がいいわけじゃんああなるほどね<ー>だけどさ、うん、やっぱりみんなでさで助け合わなきゃいけないじゃん なだけど、その、うんあのあ、ー、助けるためには信用が必要でそ、うん、それねうんそうんで信用が必要なんだけどなぜかスパイみたいな人がいたりなんかよくわかんないディスりがあったりでてだから信用っていうのは表向きなことだけじゃなくてだけじゃいろいろあるよね、でもそれでも大きな方向性一緒だから、ね、協力してやろうやっていうところに行くといいんだけど。 必ず何かその、うん、あのー、まあ小林よしの則さんの言葉で言うとさ純粋まっすぐくみたいな人がいて <laughs> いやここは絶対受け入れられないとか言って何言ってんですか、うん、高木さんはみたいなのを俺んとこ来るわけチクチク毎いつも来てるから <laughs> いろいろ <laughs> 今でも、うん、だけどそれは別に <laughs>、ねうん、別にそれはそこにこう流されたくなるのよね人間っていうのはさなんかうん。えー でもその例えば菅野さんがアメリカで犯罪者だとしてもね、うん、その例えばあの N 国の立花さんがあの被告だとしてもでも、うん、そのいいとこはゼゼヒヒヒでやるのが大人じゃん俺はだから N 国の立花さんは今は支持してないけどね全然だけどその籠池さんがそこで N 国にこう立候補されてで だからもうもう籠池さんはだめだみたいな感じにはならないのね俺はうん私さヌ、うん、国にね、うん、あの、うん、上杉さんがいることがね不思議でしょうがなくて、うん、そういうこ、ね、どうして上杉さんだからお金回らなかったかじゃねえの<う> <laughs> えー、オプエドが鳥羽淵秀人さん鳥羽淵秀人さんが言ってたよ日本なんとか協会ってやってんじゃんかでオプエドをやってるあれ そんな簡単なこと,でそんなことになるででいや簡単じゃないじゃんお金回んないって死活問題だから,、ね、だから<ー>そこをなんつうかなあの結構純粋まっすぐで行ってくる人はそこを,のを度外視してる人が多い、ね、だけどいだあの党の幹事長になる いやいや、それはだから、でもね、だいぶ前から知り合いだし、その、上杉さんって結構、まあ、近いっちゃ近いと思うたいや、あの、なんとうかな。匂いが匂いがそうそう<ー>。うん。いや、それでちょっとね、俺はの,たの。うん。あ、いいよ、いいよ。あ、いいよ、いいよ、話してもいい、ね、いい降りて。俺は全然いや降りてもいい うん、うん、忙しいでしょう。ん、うん、じゃあ、あの、また、<ー>また呼んでください。ありがとうございました。ちょっと失礼します。ね、ありがとうございました。里めりでした。は,い,は,い,はい、またね、里めりチャンネルもよろしく。はい、ということで、ええー、里めりちゃんでした。うん。俺も、あとちょっと、ね。です。 えー、今日の夜もやるんですが、えー、っと皆さんと喋りましょうか、えー、財務省はいかにお金を出さず立ち回るやつが出世する仕組み主戦土国王国確かに <laughs> 本当だよね、うん、辻村さんの辻出しの竹村さんの必死さを見ていてつらい、うんうんね、もうちょっと竹村さんのためになるような、ね、あの名前とか、ね、ああいう風になったらいいなと思うんだけどね、うん うん、はいはい。ということで、えー、何の話だったっけああ、そうそうそう、国会議員がね、700人以上いるってう話をしてたんだけど、えー、まあ今日の夜にそれは話しますね。うん、で、さとめりさんも、あの、YouTube やってるので、さとめるチャンネルも皆さんよろしくお願いします。えっ、ー、と、で、私のね、中で、うん、あのー、なんつかな、こう これからは本当にねその結構本当だ大変な時代にはもう入ってるけど分かんないよねこれからとでまああのこれを聞いてくれてるリアルタイムの人とあとでなんか聞いてくれる人もいると思うんだけどあのこういう時に大事なことは歴史に学ぶことだと俺は思うんですよ。 あの人間の思考ってそんなに変わらないと思うんだよね。感情とか考え方って全然変わらない。そんなに変わらない。あっ、小田さんどうも、こんにちは。変わらないと思ってるのね。で、これね、ほんと歴史の時にあの <laughs> あの人以外にお客さんいら <laughs> 今日お客さんゼロです、ゼロ。うん、お客ゼロよ。うん、いよいよ、いよいよですかね、これ。皆さん。 うん、でねん中国に日本を乗っ取られる段階推理権水利券あーそうだね水利券とか土地はもちろんいやー大変ですよ、うん、もうちょっとねあの次はねええー、会って、えー、日本政策金融公庫というところでええー 無理し、ほとんど無理しのお金が借りられるという話なので、えー、ちょっとそこを申し込みを言ってこうかなとは思うんですけど、うん、まあもうちょっとね、あのーまあ、そこはそれそれとして、えー、まあ別府はね、今2人感染者が出てきて、えー、まあちょっとね、観光業で成り立ってる街だから、もう大打撃中。 うん、もう本当に、えー、大量失業,失業がこれから起こるというか、まあ、起こってんだけどねもうすでにもうアルバイトとかあの業,業務委託の人とかそがく首切られてるしあのもう自宅待機になってるっていう状態なのでまあ,あの何が言いたいかっていうと今3月の25日の支払いは2月の時の給与とかじゃない。 うん、あ本当に教えてもらった勇姿。あや、よかったよかった。うん、おめでとうございます、サトメリさん。うん、大事大事、うん。また来月も行こうね、一緒にね。<laughs> <laughs> <laughs> 俺も行ってくるから。<laughs> <laughs> うん、10万ゲット。<laughs> おめでとうございます。偉いぞ、うん。みんな、フック、ねこれ、 ちゃんこれさ、やっぱさ、あれだよね。あのー、うーん、予算があるから、これ早くやんないと枯渇するねはや。早く行った方がいいと思う、みんな。これ見てる人は。そう。コロナの後にみんな借金王になる。俺、おら、借金王になる <laughs> 俺は、借金王になる <laughs> もう、こういう時代はさ。<laughs> もう、もうね、あれだってもいや、笑えないけど笑うしかねえって、こういう時代は。もう笑うしかねえんだよ、これ。エージアネイカ祭りだよ、これ。もうしょうがねえじゃんだって。うん。いや、みんなで踏み倒しだよ。ほ、うんな、うん、アメリカではグローバル通貨リセット進行中なのでトム・ハンクス逮捕された。嘘。トム・ハンクス逮捕なの 嘘ちょっとそれはちょっと裏取ってないけどグローバル通貨リセットはそうだと思うよデジタルドルに変わるから、うん、間違いなくデジタルドルに変わるということらしいよ、うん、もう陰謀論でも何でもなく会員にも上院にも条文が出てきてるというか国会にそういうデジタルドルとかまあ日本だってデジタル円って名前出てきてるからなあエイプリルフールか あ俺もエイプリルフールだから、ちょっとエイプリルフール放送しないとな。あ,あ思い出したよ。ジュンさん。<laughs> エイプリルフール放送しよう。うん、これから。<laughs> 今日の夜は。<laughs> 忘れてたな。これ逃げーな、これ。うん 何の話してたっけああまあまあちょっともうもう少ししたら猫ちゃんにご飯をあげなくちゃいけないからあれなんだけどえー、まあ皆さんねと,とにかくそのこれを聞いてくれてるあの良い子の皆さんはあ早く生活なんだっけ緊急小口資金ねあの生活福祉制度ってやつをあの早くまずもらってください もらった方がいいいと思います絶対お金は腐りませんしこれからね、えー、備蓄するにしても情報を取るにしても絶対にお金は必要なので今のところね、まあ、グレートリセットされるまではね、えー、必要なものですからあのー、皆さんもそのちょっとした手間なので是非、えー、と思いますそう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 宮崎武司チャンネルでもやってたよ そうそうそう。三井さんのところでもやってもらうように依頼しました。あ、社会福祉協議会です。はい。あのその市のね、そこの、みんながいるところの社会福祉協議会ですから、はい、行ってくださいね。うん。で、私、あと事業者のために、私、これからあの商工会を経由して、あのー、日本政策金融高校が、あー、 あ、公明党が予算委員会で進めてた。ああ、さすが公明党。うん、もう、信者いっぱい行ってんじゃない創価学会。ね。創価学会は市議会議員連れてっちゃうからね、一緒に。うん。こういったと時は、やっぱり、ご助会だよね。創価学会ってご助会なんで。もともと、その、創価学会のできたのを見ると、やっぱり、ね、生活をこう、なんとかしようっていうところからの宗教なんで、 やっぱこういう時は強いよね宗教ってね。うん、でまあ、なんてうの、ほにもいろんな情報入ってきたらここでね皆さんに伝えますのであの一応ね千葉県千葉9区のどういう申請の仕方した方がいいのか、えー、ど,どこに行けばいいのかあーどういう書類なのか必要なのかいくらまで 有してくれるのかま等、あ、々は三井さんの方から多分近日中に配信があるとは思います、えー、私の方はね別府の別府じゃなくて国崎か別府も聞いたんだけどねああのあ、今日ね太郎ちゃんはなんか6時からあ今日これからあと1時間後に公認候補かなんかの発表らしいよ、うん、ね、ちょっとワクワクだね うん、あとまあ太郎ちゃんの方からみんなに現金を配ってくれるとかねあったら嬉しいねほんとねうんまあ今本当に不安だからやっぱりあのー、いろいろ誤作動すると,ところがあるんだけどこういう時は感情よりもね理性だから大事なのはやっぱ感情に振り回されると正しい選択ができなくなるわけで大事なことはやっぱりあの衣食住ね ここれを確保することまずは。そのことで不安がなくなるからね、まず。それで、あとその、借金をしたら返さなくちゃいけないみたいな。返す、なんかなんつうのかな。まあ、返さなくちゃいけないんだけど、でもさその、こういう時は借金すべきなわけよ。お金があった方がいいわけで。あと、その余分なことを考えても無駄なことは考えない。例えば、その治療薬とかさ、ワクチンとか、俺たち作れないんで。 そのそう作れないものをないものを考えても無駄じゃん無駄だと思うのねだからそれはか早く作ってねみたいな、うん、頑張れとは言う祈りはするんだけど無理だからみたいなで今自分ができることが何なのかって今すぐできることが何なのかみたいなすごい重要だと思うからそこだけに集中すると人って不安にならないのよ過去と未来とかにこう思考が行くと結構こう あの不安になるんだけど。うん。太郎さんの話長すぎてコメントあまり読まないことに苦言ああ、それはそうだよね。うん。なんか、そのコメントど,どんどん読んでほしいと俺も思うよ。うん。ああ、竹島さんこんばんは。<laughs> あと、猫動画。<laughs> 猫いるよ、ここに。ほら、見てこれ。うちの猫ちゃん。はい。はい。猫動画。はい。猫。猫。ここにも猫。はい。ここにも猫。はい。ここにも猫。 はい、猫動画です、うん、そう猫動画とか見てね、あの癒されるといいよ。うん、これこれ。こんな感じ。こんな感じです、今。我が我が,我がちゃんは。こ,これ白、うん。これ白。この子、ガッちゃん。で、そこにいるのは桃ちゃんです。これもちゃん。桃ちゃん。で、そこのシルバーの子がアキちゃん。で、ここはメロンちゃんです。楽しそうなんだけどさ。 <laughs> 客が来ねえんだよ <laughs> 客が来ないそうそうそうガッチャン大きくなってね、うん、そうなんよ、うん、これこれこっかガッチャンガッチャンがねこれ,これ,ねこれ大きくなったのガッチャンうん何ガッチャン嫌だ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 嫌、うん、だ,だ,だってうん猫ちゃん、うん、まあねかわいいんだけどね猫ちゃんといる。 だ不安がね、恐怖と不安がね、やっぱりねあの、敵だから。だからやっぱね、そういう時は連帯してくっていうか、大事なんだけど、うん、まあ私はね、えー、この YouTube の塾長なんでその塾、塾長たるものね、やはりみんなの皆さんの前に、先頭に立って、情報を発信していきたいなといつも思っております。は、え、い、ー。あのー、まずはね、 えー、4月1日のロックダウンはね、えー、なかったということで、うん、あかくに吐き出してくれれば、はい、どうぞどうぞ、うん。えー、で、えー、まずね、あのー、最悪の事態をね、想定,想定して、猫カフェライブ24時、あやりたいね、猫カフェライブ24時やろうかな、そうだよね、それいいな、前ちょっと考えてたんだけど、あのね、 うん、や,やろうと思います、うん、癒されるよね、猫カフェライブ24時。うん、だからな、本当、なんか、うん、うんとね、うん、やりたい。あの、ちょっとね、あの、できるかな。うん。うん、いや、なんかちょっと考えます。うん、Ustream 向きのネタだよね。うん 猫ちゃん欲しい,なって欲しいよねうん是非是非今だからみんな見るよねああそうだよねやろうかな、うん、なんかぜちょっとねあの考えますあの考えるっていうか,あの、うん、なんかうちの猫か猫チャンネルでねそれで収益が上がったらねあの俺も首の皮一枚つながるっていうことだからね、うん <laughs> 時々例の女性が出てくる <laughs> 怖ええな <laughs> でそうお化けチャンネルになるじゃんこれ <laughs>、うん、まあねそのこれからはバーチャルの時代だからまあそのあまり不,不安なことを考えずに次の時代へとは思ってるんだけどまずは生き抜いていくことが大事なので皆さんね 生き抜いていきましょう。今日はこれからあ太郎ちゃんのね、6時のやつはもちろん見ますので、その後ね、8時からあ、ね、そのこととか、あとは今日は、あ,あの多角が、多角が総理だったらこれをやるっていうのはね、今日ね、投稿のところ、YouTube の投稿のところにね、僕書いてあるんですよ。あとね あの昨日ちょっと放送がちょっとできなかったんで、えー、っと、アンケートを取ってます。で、そのアンケートの結果とかもお話しながらと思ってますので、まあ、よかったら見てください。ということで、はい。また、明日じゃなくて、今日の夜ですね、えー、またやりますので、よろしくお願いします。じゃあ、またね。